常年つかさチャンネル、ニュースの虎川、ガオーはい、始まりました。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。えー、さてですね、えー、立憲民主党の森友子議員、およびですね、立憲民主党の篠原隆史議員がね、えー、発言をめぐってね、その、まあ、ま、えー、あ特定個人をね、誹謗中傷するような発言をしたことをめぐってね、今、訴えられてること皆さんご存知ですよね。はい、訴えられたのはですね、えー、訴えられたのはこの、えー、森さん、篠原さんでね、本当はね、森友子さんね、 えー森友子さんをす救いたいみたいな動画でね、ちょっといじってもいいかなと思ったんですけど、まあ今回の件ね、あまりにもシャレになってないんでね、ちょっと真面目に、はい、あの、アキラのケースと同じでね、優子もちょっと真面目に批判させてもらいたいなと思うんですよ。でね、えー、誰が訴えたかというとですね、えー、国家戦略、えー、ワーキンググループのね、えー、委員をやってらっしゃいます、原英治さんね、元経産省の官僚で、まあ、私が昔 MC やってたね、ニュース女子にもたびたび出てくれていた、え原英治さんがですね、まあ毎日新聞の書いた、まあ、ガセネタですよ、はっきり言って。 ええー、あの、国家戦略特区でね、えー、特定の企業に便宜を払って200万もらったとか、えー、その接待などのね、えー、そういう便宜を、えー、接待などを受けてね、美味しいご飯ごっそになったみたいな、全部嘘なんですよ。全部嘘なんですけど、こういうインチキ記事を書かれて、で、この記事をもとにですね、森友子さんが2019年の秋の臨時国会でね、原さんのことをね、収賄罪相当だとかね、 もうこんな事実無根ですよ。え、さらに悪辣なことばかりして、え、自らの懐を肥やしている、みたいな、そういうことをですね、まあ、激しい言葉で、え、原さんを追求し、さらにね、原さんの個人情報、ね、住んでる場所までバラすみたいな、もう無茶苦茶なことをやったんですよ。で、国会議員なんで、国会の面積特権で、これ許されるのかって話なんですけど、これさすがに違うんじゃないかと。面積特権でそういうためにあるんじゃないからさ、 ね、何言ってもいいのかって話ですよね国民のこんなね権利を侵害して原さんだってねあの日本国民、ね、としての権利を持ってるわけですからそういうねプライバシーさらされてねやってもいないことをね収賄罪に相当するとかむちゃくちゃなことを言われてですね、えー、これ誹謗中傷されたんで原さんが訴えたんですねでこの森裕子さんとですね、まあ、一緒にやったね、えー、やったね同じく立憲民主党の篠原隆さんが訴えられて今裁判やってるんですけどこの裁判の中でねいろいろ驚くべきことが出てきてます まずね、原さんのことをね、告発する記事を5回にもわたって掲載した毎日新聞が、あれはね、原さんをあの、誹謗中傷する意図でもないし、原さんのことを言ったわけじゃないんですみたいな、意味のわか,からない今言い訳をしてるっていうのはこれ有名になったんですけれども、もう一個実は出てきまして、今日原さんね、自らの、アゴラにですね、国会議員の情報リテラシーの危機的な低さというね、えー、論説を寄稿されてるんですけれども、まあ、この裁判の中でね、 明らかになったのはですね、森議員もね、篠原議員も基本的な言い訳は要するに、毎日新聞にそう書いてあったという言い訳をしているわけですよ。ね。で、確かにその毎日にはそういう記事は出たんですけれども、事実無根であることをですね、詳細に説明した反論文をいち早く原さんは公開されましたよね。で、この反論文、この二人が読んだのかどうかってことなんですよ。でね、えー、篠原議員との訴訟ではですね、この点に関してですね、えー、尋問が行われまして、 で、えー、篠原議員いわくですよ毎日新聞が数か月にわたって多くの人に取材した記事全面的に信頼したと言い訳してるらしいんですよさらにね50年毎日新聞を取ってきた全国紙であり信用するのが当然だという言い訳をしてるそうなんですよどうなのかなとで一方ね原さんのね反論に対しては、えー、反論文は信用できないと思ったともうあの一刀両断なんですよね で、さらに、えー、野党合同ヒアリングでは内閣担当者が、えー、私に確認した記事は事実無根との説明を、えー、したはずだと、えー、いうことをね、原さんが言ったんですよね。で、そこでね、えっ、ー、と、記憶にないみたいなことをね、言ってると、えー、いうことです。で、さらにですね、 あのー、この篠原さんって非常に、えーまあ、情報リテラシーが微妙な方でですね裁判の中でね、えー、事実無根の主張もしてるそうですそれはねあのネットから拾った出所不明の情報を使ってですね高橋陽一先生がですよ1件150万以上のコンサルティング料を取り規制緩和の手助けをしたというですねむちゃくちゃな、えー、むちゃくちゃなこを主張をしているそうですあのねもしねそんなことを高橋先生がやってるとしたらねこれ違法行為ですから篠原さん裁判とか訴えた方がいいと思いますよ ええ、そういうこともしないでね、ツイッターでね、こういうこと言ってもギャギャ騒いでさ、人民裁判みたいなことやるのっていうのはね、いかがなもんかと。ね。そういうなんかあの、自分でもさ、怪しい情報を引用してるって分かってるからこそ、ね、騒ぐだけで告発はしなかったわけでしょこれはちょっとどうかなと思いますよと。でね、これに対して原さんはね、こんな風におっしゃってます。えー、基本的に情報の扱い方がなってないと。ね。まあ根本的になってないと。 えー、いうふうに、えー、原さん言ってました三つの点を原さんは挙げてます。一つはね、マスコミの情報だからといって常に正しいとは限らないこれもそうですよね。たびたび訂正出るでしょだって、従軍慰安婦の問題だってさ、吉田長所の問題だってさ、朝日新聞大捏造をやらかして、まあ古くはね、えー、産後のね、<laughs> KY 誰みたいなやつもありましたけれども、第五報をやらかして、たびたび訂正してますよね。あの朝日新聞すら。ね、その朝日新聞の、まあその <laughs>、風下にいる土の子新聞ことですね、毎日新聞。 ね、これが絶対間違いない報道するかってその方ないでしょってことはマスコミの報道だからといって鵜呑みにしちゃいけないし常に正しいとは限らないんですよ、ね、これ1つ目ね2つ目自分の認識と違うことにも耳を傾けないといけないとね原さんの反論文多分読んでないんですよ読んでもいないし吟味もしてないんですね悪いやだっていうことでまあすぐやってるんでしょこれもダメですよね えー、本人に聞いたらいいですよ。はい。それからね、えー、ネットの情報ね、これ三つ目ね、玉石混交などね、注意に、えー、特に注意しなきゃいけないと、えー、いうことですね。まあ、これは、えー、子供でもわかっている、えー、レベルの情報リテラシーの基本ですと、えー、いうことです。で、それすらね、わきまえない国会議員がですね、えー、国会や野党合同ヒアリングで疑惑追及に注力していると。これは非常に大きな問題だな、というふうに思いました。はい。でね、この問題はね、 この森友子さんの、えー、ことにね、限らずね、まあ、根拠のないこととか、大して問題でないこと、そもそも問題でないことをですね、まあ誰かが言ったと、ね。 ね、で、それを、まあ、その、匂わせとかを駆使してですね、大問題のようにこう、煽っていくと。もう、これ今までのまさに、野党の手法そのものですよね。新聞がなんか、えー、まあ、リークを掴むんですよ。で、そのリークっていうのは大体、既得権者からのリークなんですよ。だって、原さんがやってんのってさ、国家戦略特区なんで、既得権者としては非常に面白くない仕事をされてるので、既得権者からですね、もう本当にもう、細かいミスとかね、まあ、そのもう、ミスリードみたいなネタをこう、拾うわけですね。で、それをマスコミが報じると。ね、えー、匂わせを駆使してですね、もう、さも大問題かのような に報じるとで、毎日新聞これやりすぎちゃったんで、今、原さんに訴えられてますけどね。はい。で、えー、まあ、これがですね、まあ、基本的な、まあ、マスコミ仕草で。で、ここに飛びつくのが、野党なんですよ。いわゆる、新鉄のトライアングル問題ってやつね。既得権者、ね、それから、マスコミ、そして野党ががっちり組んでですね、えー、世の中にある利権をね、守ろうとするという、大変、あの、問題の多い行動なんですが、えー、こういうですね、まあ、いわゆる、変更報道、マスコミ仕草っていうのはまあ、あの、ことの発端になってて。で、このね、変更報道であると、 え、いうことをですね、まあ、見抜けないというか、見抜こうともしない人々が、まあ、国会の面積特権使って、原さんに無茶苦茶なこと言ってね。だってその、収賄罪に相当するなんて、お前が収賄罪って決めんじゃねえだろうと。収賄かどうか決めんのは裁判官だぜ。何言ってんだって話ですよね。で、原は収賄をやったみたいな感じで、攻撃するわけですよ。事実無根だしさ、ね、本当に収賄罪とうんだと思ったら、お前告発しろよ、裁判所にと思うでしょ。刑事あまあ裁判所というか、まあ、警察とか検察行けばいいじゃん。 刑事告訴したらいいじゃん、本当に。収賄罪だと思うんだったらね。国家戦略特区のね、ワーキンググループの委員がね、収賄罪に手を染めてたら大問題ですから。国会議員だって告発できますから。ぜひやってください。立憲民主党には弁,弁護士の資格持った議員だっているでしょぜひね、あのー、刑事告訴したらいいと思いますよ。でもそういうね、刑事告訴はしないんですよ。だってできないって分かってるから。ね。できないって分かってて、そんで、まあ何度も言いますけどね、ね根拠のないこと、大したことないこと、そもそも問題でないことをね、まあいろんなこう匂わせとか駆使して、まるで大問題かのように うわっって煽ってて煽いいくと、ね、でそれに飛びついて国会で問題に,するで国会に問題になるとこれがまたマスコミがフィードバックするわけですよ。ね、でマスコミまた騒ぐとまたこれを国会取り上げて,てこうマッチポンプみたいな感じで、まあ、ずっと進行すると、えー、いうことです。ねでねこれね今回はねこれやらかしたのがさあの国会議員なんで、まあ、一応面積特権はあるんですよ。はい、でね原さんもねこの点に関してはね、えー、国会議員の面積特権について国会内での国会議員の発言は法的責任を問われない。 虚偽の誹謗中傷だろうと、プライバシー侵害だろうと免責されるということは分かってますということをね、先ほどのアゴラの論説に書かれているんですが、 ですがね、まあこれね、一般の方がやってしまうとね、えー、こういう面積特権ありませんので、えー、虚偽の誹謗中傷とかですね、プライバシー侵害っていうのはですね、えー、やられた側から訴えられるリスクがありますので、ね、ぜひ皆さんお気をつけくださいね。あの、違法だとかですね、不法行為だとか、いうのは勝手なんですけど、その発言にはね、大きな責任が伴うということをね、ぜひね、あの、我々一般市民は自覚しなきゃいけないですし、えー、ましてね、国会議員の面積特権っていうのは、ね、もう、どんな、もう何てうんですか、何の根拠に基づかない誹謗中傷でも、 国会ででやっていいいいうことじゃないですすかからねわります、ね、例えば「俺は国会議員で質問してる」とか言って、まあ、近所のおじさん誰でもいいですよ、えー、近所のおっさんの悪口山ほどいうわけですよ「この野郎」とか言って「ね、てめえ」とか言って私の隣の家に住んでるなんとかさんなんですけど「ほんとムカつくんですよあいつねと」と、えー「アホだなんとかだーうわ」って誹中傷したらこれは本当にこんなことを言うためにね国会議員の面積特権あるのかっていう問題ありますよ一般人がこれやったらもう完全アウトですからね。 それみたいなことを、まあ、そ,うそれに類したことを、まあ、この立憲民主党の森友子さんとねそれから篠原隆史さんはやってしまったと。 いうことで。で、しかも裁判でも何の反省もなくですね、毎日新聞に書いてあったんだから正しいと思いました。原さんの言ってることは信用できないと思いましたって。そんなんで通用すんのかみたいな。ひでえ話だなと思いますよね。これも本当一般人だったらね、絶対訴えられる案件だと思うんですけどね。というか、ま、一般人じゃないけど、訴えられてるけどね、原さん。原さんにね。まあ、あの、面積特権の壁厚いですけどね、原さんにはね、ぜひ頑張っていただきたいし、まあ、森裕子さんみたいな方がね、国会議員やるっていうのはもういかがなもんかと。 思います本当ねあの選挙区の皆さんねあの篠原隆さんもそうですけど、えー、この選挙区の方ねもしご覧になっていたらこういうこと皆さんがね、えー、清き一票を入れた代表者がね え、面積特権使ってこんな人権侵害やってるという事実はね、ぜひ知ってください。で、この後の選挙でね、その人たちを落とすかどうかは皆さんの判断です。まあ私は彼らの選挙区ではないので、そこは言えませんけれども、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ご一個いただきたいなというふうに感じております。はい、ということで、原さんはね、引き続き応援していきたいと思いますのでね。ぜひね、原さん頑張ってください。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー。